チの時の男はルーズ、待たされた挙句すっぽかされて、他の女の部屋にいたけれど好きだった。男は青年実業家だと語る割には毎日のように金をせびって、取引に行くとパチンコ競艇競輪が良い。バイトをしながら貢ぎ続けたが、男は突然姿を消した。保証人になっていた借金が残った。身を粉にして朝も夜優しくて穏やかな人、学歴もあって将来有望、真面目な勤め人だった。互いの部屋を行ったり来たり、夢見心地の日々が続いた。平和は長くは続かなかった。酒を飲んだ彼が殴る蹴る暴言を吐く。男は激しい酒乱だった。体にあざが増えていった。それでもなんとか耐えていた。顔面を殴られて鼻が折れて唇切れた。もはやここまでと危険を感じて夜中に逃げ出した。彼はしつこく付きまとって引っ越ししても現れた。交番に駆け込んでやっと縁が切れた。優子に束の間の笑顔が戻った。しかしそれだけで終わろうはずがない。なるまでに付き合ったのは博打打ち、売れない芸人ミュージシャン、ホストにハマったこともあった。疲れた彼女が出会ったのは今までの男と違う気品のある一回り上のバツイチの人。包容力のある彼は彼女を心底愛してくれた。幸せに浸っていた。ある日旅行に誘われた。着いたのは郊外。